こんにちは、和田よしみです。今日の姫ご飯は春キャベツのスコップコロッケを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。で今回は、はい、スコップコロッケなんですけど、まず最初にキャベツはざく切りしていきます。ちなみに今回、うっかり分量が2人分になってしまいました。いやなんかね、一応全部ね、作る前にこの分量を計算して、この分量で作ろうって決めてから作り始めるんですけど、なんか出来上がったの見たらね、あれ意外と多いと思って、これちょっと1人分じゃないなと思って。なんで作ってるのは、2人分の分量で作ってるんですけど、一応動画の概要欄に1人分の分量も載せてるので、1人分で作りたい方はそちらを参考にしていただければなと思います。はい。で、そう、さっきね、じゃがいもを電子レンジで加熱するときはお水を入れてあげることでじゃがいもがふっくらと仕上がります。で、今回キャベツは春キャベツを使ってるんですけど、春キャベツってね、こう柔らかくて、で甘みもあって美味しいので、はい、コロッケにすると一段と美味しくなります。でチーズはスライスチーズがあったのでスライスチーズ使ってるんですけど、パルメザンチーズとか入れても美味しいと思います。であとは塩コショウで味を整えていただいて、でこれでコロッケの種ができたので、お好きな器に入れてあげて、でパン粉をね、炒っていくんですけど、普通にね、から入りするだけでもいいんですけど、ちょっとだけね、ちょっとだけ油を入れてあげると、こうなんか炒めた時にこうなんだろう、サクサクした食感が楽しめるので、で入れる油もそんなに多くないので、ちょっと油入れて炒めてあげるとより美味しく仕上がります。あとソースをかけてパセリを添えて完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。てかこのスプーン可愛くないですか。多分ね、アマゾンでスプーンとフォークセットで500円ぐらいだった気がするので、おすすめです。コロッケにね、キャベツが入ることで、なんか食べた食感も軽い感じになるし、でキャベツの甘さが合わさってとっても美味しいと思います。多分コロッケにしてはひき肉もちょっと多めかなと思うので、なんかお肉の満足感もありつつ、でもキャベツでさっぱりみたいな感じで美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ご飯の公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスチラシ寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。これね、パン粉だけいって載せてるじゃないですか。でもこのパン粉のサクサク感がいいですね。